はい、ということで今回は群馬県のみどり市にあります大間々貴船神社さんに来ております。ということでね、貴船神社といえばね、言うまでもなく京都の貴船神社を思い出すと思いますが、ここは群馬県でございます。で、今回ね、一番最初に注意していただきたいのは、見てください、ちょっとね、水滴がいっぱいついてると思います。はい、というのがですね、私の撮影スタイルがこれでもよくわかると思うんですが、雨が降っていてもですね、少々の雨だと絶対傘は差しません。邪魔なんでね。なので、大雨でない限り、傘は差さないので、おまけにこんな風にね、雨が降ってるのに空に向けてカメラを向けるので、見ての通り、水がね、いっぱい、ついてしまいます。ここはね、ちょっともしかしたら気分が悪くなっちゃうかもしれないんで、ちょっと目を細めてみてください。で、だんだん後半になってくるとね、水滴もついてない映像が多くなります。ということで、撮ったうちのね、半分以上がお蔵入りになった、貴船神社の動画でございます。ということで、これね、ちなみに、もうね、半年ぐらい前に撮影したものなんですけど、朝の5時過ぎです。5時4分だったかな、最初の映像が。そんなものでございます。はい、朝を早くからね、びしょびしょになりながら、楽しく撮影をしています。ということで、この貴船神社さん、言うまでもなく、高女将という、まあ、私が思うのはね、最高の龍神。この龍神を祀った神社でございます。しかし、この貴船神社さん、大間々貴船神社は高岡にだけではなくてですね、大山住の神と大名持、すなわち大国主の御事と、そして今から行く天狗様を祀った神社でもございます。で、ちなみにね、ここに書いてるんですけど、東日本大震災で御本殿のね、後ろにあったのが天狗宮っていうのがあったそうです。そこもね、倒壊しました。ということで、祀られていたね、大天狗とカラス天狗はこの中にいらっしゃるんです。で、中を覗くとね、左側にあと大黒天様と、ね、右側に恵比様、結構大きなね、お二柱がいらっしゃいます。ということで、カラス天狗と大天狗、そして、大黒天様と恵比様も、ね、いらっしゃる。だからこの貴船神社に行くのであれば、あそこは本来は、稲荷社なんですけど、稲荷社なんですが、ぜひあそこも参拝していただければと思います。というのが、実はこの群馬県はどうもね、天狗というのをね、一柱の神様という扱いをされてます。さっき言ったように天狗宮っていうのがあるぐらいですから、天狗を祀ったお宮なんでね。で、しかもね、この貴船神社さん、これはこの今の貴船神社さんはですね、建暦10年というので、西暦でいうと956年に京都の貴船神社を神様、要するにお神の神ですね、高女将を勧請してお連れしたんです。そしてこの関東の守り神、北の守り神として、祀ってるんですね。で、元の位置は山の方にあったそうです。で、今の位置に来たのは江戸時代で、西暦で1668年らしいんですが、そんな、神様なんだけど、天狗も祀ってる。そしてさっきそうで言いましたように、山に最初あったんで大山積みの神も祀ってる、そんな神社でございます。で、あとこの後ね、私が今目の前にあるのが貴船神社さんなんですが、ここまっすぐ向かっていきます。そして下の方に屋根がありますよね。2つ屋根があって、下の屋根、三角形というか矢印のようなね、そこのすぐ下見てください。そうすると、いかにこの神社が、天狗もね、大切にしているかがわかります。と言っているんですけど、ちょっと左にね、寄り道しました。ちなみに手水はね、下の方にもありますけど、今この狛犬さん、この左側にもあります。で、この狛犬がね、なんでできてるんだろう、まさか翡翠ってわけもないしと思いながら、ちょっと気になったんで映しました。そして、雨でびしょびしょになってますが、ここにね、蛇口ならぬ龍口さんがあります。はい、ただ龍の口からは出てないんですけどね。ということで、今からちょっとね、右を見ていくとね、結構ね、雨がね、降ってるのがわかるんですね。私、ほんと、この雨の中でね、よく1時間近くね、撮影してたなぁと思いますけど、まあでもこれ普通なんですね、私にしてみると。はい。びしょびしょになってるはずなんですけど、気持ちがいいんです、これが。ということで、天狗さんがね、天狗さんが、映せ!はい、ということで、こちらにね、天狗さんがいらっしゃいました。というぐらい、この貴船神社さんにとっては天狗が大事で、あ、さっき映したかな、
あのね、お賽銭箱のところに映ってると思います。あ、その前にこちらですね、はい、白馬とね、黒馬さんいらっしゃいます。ニュー川上神社に行ってもね、あのあちらではね、下社さんですと本当に生きた馬がいらっしゃいますが、黒馬と白馬の違い、黒馬は騎馬ですね、騎馬、雨が降ってくださいって時に奉納するのが黒い馬で、雨が降りすぎたからもうやんでっていう時に奉納するのが白い馬ですということで、黒馬さんと白馬さんがそこにいらっしゃいました。ということで元の位置に戻ってまいりまして、はい、あの参拝はね、もう少ししてです。ここでね、僕が貴船神社さんに行って驚いたこと、絵馬がすごい数あるということです。ここはね、結構ね、田舎です。町が割と近いのかなとも思うけど、そうは言っても田舎です。ここにね、こんなに、要するにもう、今年の絵馬がね、いっぱい変わってます。そしてもう一つ大事なのが、水みくじでございます。はい、これね、今から映します。いやいや、これじゃないんですよ。もっともっと言います。はい、何回も言いますけど、東京じゃないですからね。大阪でも、京都でもないですから。はい、もうこれを見た時僕はびっくりしました。なんじゃこれあって、これね、映してないんですけど、これよりまだ下にもあるんです。だから本当にね、この貴船神社さん半端ないです。先ほどね、一番最初にね、あの東国守護って書いてるんですけど、それは何かというと、東国、これはね、先ほど言いました956年に勘定されてきたんですが、その時ね、あのこの関東の辺りは大干ばつだったんですね。それで、お上の神を勘定して連れてきていた、来ていただいた。そのことによって干ばつが終わったんですね。なので東国の水の神様でもあるということでございます。で、言うまでもなく、水ってね、あの我々人間の体って 60% は水分ですから、この水が元気か水がきれいか、そのことによって体そのものも違ってきますし、体が健康だと活力もということで、うん、なので水の神様っていうのはすごく大切な神様だということですね。はい、ということで、あとね、先ほど言いましたように大山積みの神様が五穀豊穣の神と言われていて、大名持、大国主の御事は国土守護と言われていますが、あのこのね、三柱の最強の神様がいることによって、本当にね、皆さんにとっても開運、心願成就、それがなると言われているのがこの貴船神社さんでございます。ということで参拝時間になります。参拝ね、約100秒ありますんで、しっかりと皆様のね、願いを願ってください。どうぞ。はい、ということで、いかがでしたでしょうか。しっかりとね、祈願を、ね、お願いが、ね、できましたでしょうか。はい、ということで、今回はね、群馬県の貴船神社さんに参りましたが、次回以降のね、予告を簡単にしようと思います。この次はね、日本一の恵比寿様、日本一恵比寿神社というふうに言っている神社に参ります。
これもね関東にある神社でございます。このね恵比寿様に関して言うとちょっと僕にはね不思議な現象があることで起こったので、本当にねなかなかすごいパワーがある神社だと思っています。まあ恵比寿様だけじゃないんですけどね、恵比寿様が、有名ということで、次回はそうなりますということで、ここからね、どんどんねお金に関する神社さん、出てきますので、年末ジャンボ宝くじに向かって、あるいはねいろいろなジャンボ宝くじがあるときに再度、3つ、この動画をね見直していただければと思いますということで、階段を降りてね、キロに着こうと思うんですが、キロっていうか、次の神社にね向かうんですけど、今度はね、はい、ということで、今回来たのが、貴船神社さんでございました。はい、ということで次からは、日本一の恵比寿神社、その次は、お金ね、もうドストレートにお金にまつわる神社に参ります。ということで、その後もね、また大黒様や恵比寿様、そして、それこそ、日本一、本当に江戸時代から宝くじの一等がその神社に祈願したことによって何度も当たっているという人が出ている神社を、大晦日には午前11時に動画公開いたします。ぜひね楽しみにしていただければと思います。ということで今回来たのが群馬県のね大浜貴船神社さん、最高の龍神である鷹お神の神を祀っている神社でございました。ということで、皆さんなんとかね、一緒に幸せになりましょうということで、またお会いしましょう。ありがとうございました。失礼いたします。